はい、秋草のルビノーです。これね、1週間前に来たんですよ。その時はね、もう小さすぎて16日ぐらいの生まれだったからね、生後。で、綿毛だらけで色があんまりわからなかったんですよ。それで1週間経ちましたら、もうこんなにほぼ綿毛が抜けた状態で、まあ少しはありますけどね、色がはっきり出てきました。これが秋草インコルビノーです。もう一羽ね、ノーマルもいますけどね。やっとこうちょうどいいような大きさになりました。餌はね、まだ差し1日4回食べますね。すごく食欲があります。